はい、どうも柴田です、ちょっとねパチンコの連戦、4連戦か4連戦が終わりまして、もうねもう身も心も疲れ果ててるんですけどもね、今日は、まあ、僕がプロデュースコンサルしてる、ウタエル君についてちょっと皆さんにお話したいと思います。まずね、ウタエルの正体がね、まあ、こう結構いろいろ噂されてて、例えばあのラッパーのカンってやつじゃないのかとか、あとは、安倍亮っていう結構政治系の、なんかその批判した音楽を出してる YouTuber、 CM バンバン打ってる YouTuber、 あいつが正体じゃないのかっていうことで結構まあいろいろ憶測が飛び交ってるんだけども、まあ、これについて答えると、まずカンではない、そしてカンは俺コンサルしてません。結構その未だにね売名で絡んでくるけれども、俺は本当にカンっていう人とは全くもうビジネスをする気は全くない。まあ、俺も仕事を選んでいいと思うし、俺基本やっぱ仕事やりたい人としかやらないし、それは例えばねこの5000万積まれても1億円積まれてもやりたくない人とはやらないっていう、そういうスタイルでやってるから、だからいくらお金を積まれても僕はまあやりたくないこと、そして絡みたくない人は絡みません。でちょっとやり取りがあって絡みたくないなと思ったんで、多分二度と変わることはないと思います。で、もちろんカンではないし、そして安倍亮でもないです。で、この歌えるっていうのはそもそもどういう人かっていうと、一応その YouTuber でした。 YouTuber で、3年ぐらいかな、 YouTube の活動を3年ぐらいやってて、で全然数字的にはこう目が出てなかった人、本当に、再生数で言うんだったら何百みたいな感じの人で、そういう人です。で、まあ俺のところにたくさんね、柴田さんコンサルしてください、100万円払いますってメールがいっぱい来た中で、まあちょっとその、チャンネルとかが、あったものをこう見て、で一番、まあ、可能性を感じたチャンネルで、まあ、やり方を変えればこれ売れるかもなと思ったんで、まあ、一応その会って面接をして、でいろいろ話を聞いて、で、まあ、企画会議じゃないけどみたいなことを通して、で、俺が考えて歌えると、あと毎日歌を、歌うチャンネルを作らせました。で、まあ、歌詞とかに関しては、まあ歌詞は全部が全部僕は考えてないですけども、まあこう一部助言をしたりとか、あとこういうんな感じにしてくださいみたいなことを言ったりしてます。はい、そんな感じですね。で、あと、まあ、なぜ歌えるにしたかっていうので、まあ、結構その歌えるじゃない方がいいみたいな、ラバエルの仮面をかぶってない方がいいみたいな、こともね結構その意見としてあったんだけども、まあそのこれはまあ結構俺の戦略なんだけども、こうなんて言うんだろうな、やっぱ全くさよく知らない、全然名前も知らないようなやつがこう歌っても、まあ、そもそも見てもらえないから、だからそこはなんて言うんだろうな、こう入り口としてみんなにこう親しみがあるキャラクターの方がいいかなと思って、もう歌えるにしました。で、多分これが一番良かったと思います。はい。で、あとちょっとその今後のこの動画というかコンサル業というか、今でもコンサルっていうよりかは完全プロデューサー。コンサルって表に出てこないから、今はもう俺が名前を出して、で俺の名前でもうこう売るみたいな。プロデュース業みたいな感じになってるけども、一応ね今後の俺の目的としては、ウタエルを3ヶ月以内に10万人に届かせて、でまあ一応成功例を一つ作ってですね、で3ヶ月後にもう一組やろうと思ってる。まあ成功したらね、これウタエルがダメだったっていうんだったらもう完全にまあこの話じゃなかったことになるんだけども、もしこの3ヶ月で10万人っていうのを達成したら、第2第3のまあ、こうプロデュースする、人を作ってですね、でまあちょっとネットワークじゃないけども、俺が働かなくても食えるような仕組みをね、作りたいと思ってます。はい。でまあそんな感じでね、まあまあまあ意外とその歌えるこれまで YouTuber として全然当たらなかった割には、俺がこういうチャンネル作ってって言って指示して作ってチャンネル歌えるの方がやっぱクオリティも高いし、数字もついてきてるし、結構そのいい感じなんだよね。俺的には手応えがあって、まあなんだったら、まあ今の俺の動画よりも、まあよくできてる。よくできてるとね、思ってるんで、多分歌えるを、当たると思うし、
あの今後なんか僕の戦力というかね、まあなんかいろいろプラスになると思うんで、まずはねとりあえず3ヶ月間で10万人成功させて、で、まあ、今後の僕の活動のためにもね頑張ってもらいたいと思います。はい、そんな感じで、まあ、まだちょっと先になるけれども、まあ、コンサルしてほしいとかプロデュースしてほしいっていう人がいたら僕のいつものメールアドレスまで、連絡ください。で、ラファエルじゃねえや、歌えるのチャンネルをまだ登録してなくて曲とか一回も聴いたことない人は一回だけね、歌えるのチャンネル見てもらって曲とか聴いてください。で、面白かったら登録してもらえれば幸いです。はい、そんな感じで、まあ、いろいろ噂が飛び交ってるけれども、今日はその僕がプロデュースしている歌えるくんのことについて、僕の口からね、実際の事実をお話ししました。はい、そんな感じで柴田でした。では。